皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは集中力について。集中力があると短時間でたくさんのことを学ぶことができて、短時間で成果が出せるんですね。ですから勉強だって集中してやった方が効率がいいわけです。でも皆さんの中には、私は集中できない、なかなかね集中力って続かないんですよって悩んでる人たくさんいると思います。でもそれはね、実はいろんな研究されていて普通だってことが分かってるんです。集中力ってね、持続しないんですよ。大人とか子供に関係なく、一つの作業について集中できる時間はおよそ30分だと言われています。でも中には、あの人はすごく集中してずっといろんなことをやってると、このように見える人いますよね。そういう人っていうのは上手に休憩を挟んで短い集中を続けている、こういう場合が多いようです。じゃあ勉強する場合、どんな風に勉強したらいいかといったら、短く時間を区切って勉強すると。一つの科目を長い時間やるんじゃなくて、ここからここまでは何分でやると、ここからここまでは何分でやると短く区切って勉強した方、この方が効率がいいということが言えます。そして時間を意識することで、いつもより多くの勉強もできるようになります。それから勉強をするとき、集中力を持続するために気をつけてほしいことがあります。それが姿勢です。姿勢を正しくして勉強してほしいと。長い時間椅子に座って勉強しているとだんだん背中が猫背になって姿勢悪くなりますよね。そうすると胸がね、圧迫されて血液の流れが悪くなっちゃうんです。血液って脳のエネルギーであるブドウ糖とか酸素を運んでくれるでしょ。血液の流れが悪くなると脳でこのブドウ糖とか酸素が不足、そして頭がボーッとなって集中力低下してしまうんですよね。ですから勉強するときには適度な休憩をとって、そしてその時簡単なストレッチとか軽い運動をして、また椅子に座ったら正しい姿勢に戻して勉強すると。こうすると集中して勉強できる時間長くなると思います。今回は集中力についてというお話をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。